はい、今日はちょっと僕の勉強方法について、その英語をどうやって伸ばしてきたかみたいなところに対して話していければと思います。よくね、ありがたいことに質問いただきます。そのどうやって英語勉強したらいいんですかっていう質問がいっぱいいただきます。僕自身その欧米の留学は行かずに、英語はその、たっぷり820点とか、あとは会話できるようにはなってるので、そこをちょっとよく聞かれることが多いんですけど、ぶっちゃけ英語の勉強方法って全部正しいと思うんですよね。もうでも調べたい気持ちめっちゃわかります。僕も高校の時にもうずっと調べてました。2時間ぐらい自分が今やってる勉強法がこうわからんくて、合ってるのがわからんくて、ずっとおすすめ英語勉強法、簡単効率的みたいな、それの時間勉強したらいいんやって思うぐらいやってたんですよね。でもあれってめちゃくちゃ意味のない時間だなと思ったんですよね。というのもさっき言った通り、全て正しいと、なんでかというと、やっぱりその勉強法を言ってる人って自分が成功したから言ってたりとか、それこそ英語専門家とかでそう言ってたりとか、だから実際これ例はあるわけですよ。だからこそ言ってるから、それをやればもちろん伸びると思うし、新しいと思うんですよね。なのに新しい英語勉強を探して、ね、求め探し続けるっていうのは、僕はもう一個前の段階なのかなと思うんですよ。英語に対する気持ちが好きというその気持ちから始めてるかどうかが結構大事かなと思ってるんですよ。もちろん使命感とかタスク感覚でこうね学べる人はもういいんですよ。それで全然いいんですよ。けどほとんどの人そうじゃない人が多いと思う。タスクとかやるといつか飽きちゃうというか、そんなにモチベーション続かないって多いと思うんですよね。で、やっぱ楽しむことの大切さを気づいたのも、やっぱりいくつかこう体験談があって、身近な例で言うと、日本人の海外の人ってめっちゃ日本語喋るじゃないですか。コンビニとかねよく働いていただいてますけど、で僕の友達も いるんですよね。そういう留学生が、なんでしもそも喋れるって聞いたら、日本語好きやからみたいな、そういう回答がもう8割9分そうなんですよ。彼らってなんか使命感やらんといけんから始めてるわけじゃなくて、学びたいってこう超率直なこう好きな気持ちから始めてるんですよ。だからあんなペラペラなんですよね。もう彼だってそんなに、それこそこう例えば東大生だったりとか、言語がすごく、得意で天才気質な人たちがこう日本に来てるわけじゃなくて、普通の人なんですよね、少なくとも僕の友達は。なのにあんなに喋れる、僕たち驚くくらい喋れるのは、多分そこの根底のある向き合い方というか、日本語に対する思いが違うからだと僕はめっちゃ思ってます。でこれもう一つ僕の体験談でもあるんですけど、僕ずっとその高校から理系のクラスだった、理系のクラスで、理系数学全然できへんくて、そういうこと落ちこぼれだったけど、クラスの中でね数学ができなくて、父親から英語を勉強しろって言われて、英語を勉強したら、将来生かせそうやしやろうかみたいな感じで始めたんですよ。で始めたはいいんですけど、やっぱり続かへん。もうなんだろうな、あの時の感覚、ザルに水をこうずっと流してるような感覚で、学んで学んでも抜けていくし、その間限りのこう知識がつかない、要は忘れちゃうし、こんなんがこう将来こう英語で話してるようになるんかなっていう、そのイメージすらも湧かないぐらい遠く感じた。でも才能ないんじゃないかな。でもある時高校3年生の忘れもしない、10月ぐらいですかね、もう終盤時に一つ海外ドラマに出会って、ロストっていうね海外ドラマ、無人島のドラマなんですけど、あの時から僕のその英語に対する見方が変わったんですよね。今までその教科サブジェクトとして捉えてましたと、そっからは英語イコール趣味に変わったんですよ。あのキャラクター、サイード、僕好きなんですけど、サイードになりたい、だから英語学ぶというこうエンジンが変わったっていう感覚で、そこからの僕のこう学びとも思ってなかったんですけど、追求はめちゃくちゃ染みついたんですよね。もうあれの原体験が今このいわゆる留学、欧米留学なくてもある程度英語力喋らせるようになったところに結びついていると思ってます。っていうか結びついてる、絶対に。あれはだから僕自身めっちゃ感じてるんですよね。そのエンジン、どんな気持ちで勉強してるかによってめちゃくちゃ変わるって。で皆さんその勉強してる方ね、僕も含めて今勉強してますけど、わかります。教科書、単語帳、こっから始めないといけんちゃうんかなとか、要は海外ドラマとかで始めたらちょっと邪道、甘えてんちゃうかなみたいな、で自分教科書続かへんのは自分が悪いんじゃないかな、めちゃくちゃわかる。僕もそうだったんですよ。僕もそのちゃんとしたい派なんで、教科書から勉強しないとそのいけへんみたいな、海外ドラマから勉強するとそんなんダメみたいな
思うんですけど、これはもう忘れてほしい。全然そんなことはない。もう向いてないわけじゃなくて、ただ好きになる段階を飛ばしてるだけなんですよ。だから一旦教科書とか単語じゃもう一回タンスの中にしまってください。それでいい。タンスの中にしまって、まずは英語を好きになるということを意識的にやった方が絶対いいと思います。間違いなく。だからこそもうむしろもう海外ドラマから勉強してもいいです。もう音楽から勉強してもいいです。音楽から音楽の文章を学んで、それで好きになっていく、全然ありです。というのももちろん学ぶポイントはおかしくなりますよ。文法から学んでるわけじゃないんで。だけども好きになったらある地点から、あ、単語学んだ方がいいなって思うんですよ。必要なら時期が来る、自分から意識的に。その時には一瞬でそれクリアできます。社会人もそうじゃないですか。仕事をしてて、あ、大学でこれ学んだよかったなって思うと来るじゃないですか。でその時学ぶでしょ。でその時めっちゃすぐ覚えれるじゃないですか。もうそれと同じで後から学んだらいいんですよ。だから今はもし続いてない人とかうまく入らない人、続けてはまず一旦そんな脅迫観念は取り払って、もう海外ドラマから、もしくはまあ本とかね、自分の好きになれそうなところから始めた方が絶対、これはもうもう言えます。こう何回も言ってる。だからちょっとね、明確な勉強法じゃないけども、楽しむことの重要性っていうのはすごくあります。で僕たちもこういうスタディ英会話って始めたのも、僕のこの思いも含んでるんですよ。もちろん2人でやってるんですけどね、僕たちのこう動画のコンセプトっていうのも、あれ英語って楽しいっていうコンセプトを元にいろんな動画をこう企画して作っていて、それこそ皆さんが英語楽しい、より英語の対しての見方を変えるためにこの活動をしてるんですよね。だからこそ僕たちの動画もそういう風に生きてくれると思います。皆さんの英語好きになるきっかけとして。だからどんどん活用してください。で毎日僕たちは投稿していくので、こう英語嫌いになりそうとか、英語がおもんないなと思った時に僕たちの動画帰ってきてくれてもいいし、まあ海外ドラマでもいいけど、常に好きになる努力をすれば絶対に続く。でかつ続けば絶対に喋れるようになるものなんで、言語って。それを信じてもらいたいです。マジで信じてほしいと思います。これからも皆さんが英語めっちゃおもろいなって思ってもらえるコンテンツをもう絶対作っていくから、皆さん期待してほしいです。バイフォーナーはいるんですか。ちょっと一人で申し訳ないですけど、この辺にしておきましょうか。バイフォーナー。